い、さらっとにしましょう。あれは参りましたね。ちなみに、赤田さん、はい、ウィンリーグは触ります？あ、全然、ちょっとだけなんか、見ましたけど、ちょっと他の試合が 見たくて、全然わからないです。そう、俺も、まだ見てなくて、というのも、神栖出身で、鹿島サッカーレディース出身の子がいて、うん、おー、すごい。で、その子が千葉の10番なのよ。あ、そうなんですね。すごっ。だから、その子を追いかけようかなと思って、きっかけとして、うんうんうん、きっかけとして、まあ、千葉も近いし、だったら千葉でいいかなと思って、うんうんうん、千葉見ようかなと思ったら、あれ、11チームなんだよ。ああ、そうなんですね。だから、1チームあぶれるのね。はい。1チームあぶれてた、開幕です。乗り遅れた。乗り遅れちゃったな。あ、そうなんですね。そう、まあ、いっかなと思って、だから次の節から見ます。はい。じゃあ僕も見ようか。広島あるし、サンフレ。そうね。そうっすよね。いや、女子サッカー面白いっすよ、やっぱ。あ、マジですか。もう全然もう触れてないから、うん、なでしこちょっと触れるぐらいなんですけど。一人一人がやっぱ上手だから、うん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 、特に例えばベレーザとかめちゃめちゃすごいポジショナルみたいなことやってて。ああ、そうなんですね。もう変な話だけど、男子より仕込みまでのところまでで含めたら全然スピード感速いし、結構完成度高いのやってるので、見てみると面白いかもしれない。ベレーザは面白いかもしれない、うん、そういう観点で見ると。他のチームも確かに上手くて、いろんなこう戦術がわーってやったりするし、ファイブバックとかもちゃんとなんていうの、クラシカルじゃな、ないうファイブバックじゃなくて、ちゃんとオートマチックに出たり入ったりできるようなこととかもしてるので、めちゃめちゃ面白いですね。その戦術的な観点で見ると。ちょっと見てみようかな。うん、なんか結構見てる方多かったですよね。多かった。さすがに開幕ですよね。で、YouTube でも無料配信やってましたよね。そうですよね。そういう意味でもなかなか面白いんじゃないかなと。ちょっと今後ね、 Wリーグも取り扱っていきたいなとか思っている、うん、今日この頃でございます。ありがとうございます。しんのさんおつまわりです。サイパーさんおつまわりです。ネルネール納豆さん、はじめましてですよね、多分ね。ネルネール納豆さん、多分はじめましてですね。はじめまして、ね、おつまわりです。よしかさん、おつまわりです。ありがとうございます。すいません、先週はちょっとね、最後、後味悪い終わり方になっちまいました。申し訳ありませんでした。今日は元気に頑張ってやっていきたいなと思っていますが、今日はもしかしたらちょっとこう、今日はちょっとこう、プレミアリーグの話がね。そうですね、長くなるかもしれませんけれども、そちらご容赦ください。ただまあ、そのプレミアリーグのね、サッカーの話の中にも、そのまあ、もちろん同じサッカーなので参考になる話とかもいっぱい出てくると思いますし、特にチェルシーなんかはね、ありがとうございます。僕はとてもその注目しているチームの一つなので、まあ、応援はしてないですけど、俺今個人的に今地球上で一番面白いサッカーしてるなと思ってるのはチェルシーなので。あ、ありがとうございます。まあ、確かに僕も面白いです、見てて。やっぱりだってさ、まあ、ちょっとこう、もういきなりプレミアの話になるけど、ちょっと後にするけど、そうそうそう、ね、いわゆるテクニカルにパスを回すとか、その辺のサッカーも周知しながら、大正義であるロングボールをルカクに当てるっていうのをさ、覚えるわけでしょ。そんなのただのズルじゃん。いや、もうありがとうございます、ありがとうございます。褒め言葉ですよ。このチームめっちゃ強いよ。だ、いや、うちはちなみにルガクのいないチェルシーに負けてるんで、切ない話ですが。はい、 YouTube さんおつまわりです。佐藤さんおつまわりです。ユッポンさんおつまわりです。 IG さんおつまわりです。クロッコさんおつまわりです。はい、イノシシパイさんおつまわり。納豆さんはじめましてっつってね。タクベイさんもおつまわりです。うん、初見ね。うん、そうやって嘘ついて、納豆嘘よくないぞ。うん、嘘とかそういうの良くないぞ、やっぱり。暴論や、さっきまで。さっきまで。あ、初見ですねって。これね、悪い見本です。よろしくお願いします。こういうね、
身内いじりになっちゃうんでね、面白さもね、お願いしますよ。はい、もちゃんおつまわりです。SGK さんもおつまわりです。ということで、じゃあ、ちょっと今日はね、皆さんもあまり思い出したくないでしょうから、アビスパ福岡の振り返りは、さらっとやっていこうかなと思う次第でございますが、さらっとでいいですか、皆さん。さらっとにしましょう。さらっとにしましょう。福岡戦についてちょろっとだけ話して、後半はプレミアリーグの話を。しますですね。はい、そんな感じのイメージで皆さんいてください。あとはなんかまだこのバナー残ってたから教えてあげたので最後にやって終わりにしようかなと思います。はい、というわけで、ソーバードリーサポートですけれども、福岡戦でございます。福岡戦でございましたが0-3負けたんですよ、スコア的にね。これ0-3っていうなんかちょっとこうアウェーで勝ったみたいな、勝ったかなってちょっと若干思いがちな部分ってちょっとありますけど、なんかこう負けたわけですね。ただまあどうですか、なんかこうやって言うとまた怒られるかもしれないけど、まあ言うてこういうきっちりやってくるチームに今の鹿島アントラーズってそんな強いわけじゃないじゃないですか。なので、まあ、ちょっとまあ苦戦はするかなっていうのが、うん、まあ、スタート前のところで言えば、まあ、ちょっとした覚悟もあり、ただまあそこをね、クリエイティブ4と勝手に私は呼んでいますけれども、泉、荒木、まあ、ピトゥカのね、このクリエイティブ4が、まあ、なんかやってくれるんじゃないかなって、ちょっと思いましたが、まあ、ちょっとやっぱ、ボールを取らないことには、そうですね。できないよねっていう感じでしたかね。うん、であとサイドのもう絶対数的不利作られとって、うん、1個中がおらんかったっすよね。綾瀬寄っとってサイド変えた時にもう安在と、はい、そうね、あれそう、まあ、サイドバックがさらされる状態、もしくはサイドバックがもう引き出されてて、うん、センターバックすらさらされる状態みたいな形に、ね、なってしまってる時もあって、でその時にサイドハーフまでスライドしてこなきゃいけなくなっちゃってそこにいなくてファー狙われるみたいなケースっていうのがやっぱ多かったかなっていうところなんですけど、うん、あれその、まあ、終始結局ちょっとこうサイドハーフ足りなくないみたいな守備の時に、そうですね、感じになっているシーンっていうのがいくつかというか、まあまあまあ見られたかなと思うんですけど、うん、あれはでもやっぱり、うん、そのサイドバック単体の判断として悪かったというよりは、やっぱりどうしてもそのクリエイティブ4で真ん中に3人グッって入れちゃって、うんうんうん、でサイドバックが上がってくっていう形を取ってる以上そこにいなくなっちゃってるのは必然じゃないですか。そうですね、確かに。なんかそう、なんだろう、なんか個人のせいでもないし、言うてその形でうまいこと言っていた時は言っているわけじゃないですか、 J リーグの中で。そう、まあ難しいですよね。なんか前半はそんなサイドバックが高い位置取れなかった、取らなかったんかはちょっとどっちかはわからないですけど、まあ、その分サイドハーフじゃなくて、まあ、ファンマだったり、まあ、特に山岸なんかが結構頑張ってプレス行ってたから、それでもう人数が足らん、攻撃の人数がそもそも足らないっていう状態にもなって、なっとったようにも見えましたし、そうですね。そこが、そう、なんか、やっぱ長友はすごいんだなとは思いましたし、うん、勇気持って一個出れるじゃないですか、ポジション。そうね。そう、すごいなとはずっと思ってましたし。まあ、なんていうか、あれがやっぱりその左利きの選手がタッチライン際で左足でボールをトラップできるかどうか、うん、
あ、確かに確かに。さらす方向が違うので、うん、だからその、まあ、安西が悪いとかそういうことでもなく、単純にそれはもう選手の特性のところのイメージでいなきゃいけなくて、うんうん、でかつこの試合に関しては、左足でつけることができる、まあ、町田もいなかったんですよね。うんうん、確かに。そうすると、左のビルドアップっていうのは非常に難しくなりましたし、相手の右サイドバックの出足、サイドバックに対してサイドバックが突っ込んでくるような出足っていうのが何回か見受けられていて、まあ、かなりそこで潰せよっていう意図っていうのは見えましたし、いやー、ちょっと、まあやられたよね。そうですね。やられた感じですね。感じですよね、うん。まあちょっと、まあ難しい話ですけど、まあどれだけその福岡は鹿島アントラーズに対して準備をできて、うん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 、鹿島アントラーズはどれだけ福岡に対して準備をしてきたのか。だって、あれもありましたもんね。ルヴァンな、うんうん、ですよね。準備期間は確実に違うし。まあ、そこの差は出ましたよね、絶対。確実に。そうっすね。福岡コンディションもすごい良さそうだったし、走れてましたもんね。走れてた。そこはなんか無視しちゃいけない。そうですよね。無視ですよね。必ずしも、うん、まあ、イーブンな状態での試合ではなかったことっていうのはもちろん考慮しなければならないと思いますし、まあただこんなに差つけられてしまうかっていうショックの方が大きいのかな、どうなのかなって思うんですけど、まあでもね、センターバック2人急増中の急増で、なんか攻められないんですよね。そうですね、攻められんかったですね。だってこの2人で犬飼町田と同じことを、全く同じことをやってくださいって難しいじゃないですか。難しいですね、うん、特に犬飼は結構特殊なプレイヤーだと思うので、うん、そのスペシャルだと思うんですよね。彼の持っているそのビルドアップの能力であったりだとか、まあ、前に出て奪うとかっていうところの部分だったりだとか、なので、まあ運もなかったとは思いますし、うん、そうですね、2列目超えれんかったっすよね、全然。そもそもが全超えれない。そもそも超えれんかったっすよ。全超えれない。やっぱもうビルドアップ構造が、選手が変わってしまうだけで全然違うことになるので、ね、まあちょうど今、待ってね、ちょっと待ってね、はい、これか、セベン監督の狙い通りやられましたね。はい、カオリンさんつまわりです。キラゴシさんつまわりです。杉本選手よかったですね。よかったですね。よかったっすね。タロちゃんよかったし、金森もよかったですよ。マチュアルさんおつまわりです。これだね。4バックに対して5枚で当てて、台形ビルドアップは鹿島はできないものなのでしょうか。4バックに対して5枚で当てて台形ビルドアップ。あ、2、3、5ってことですね。2、3、5。ああ。でもたまにありますよね、荒木が降りてきてみたいな、中央降りてきて、うん、でもそれって例えば僕ここメモってるんですけど、この試合だったらなんか30分30秒のとこで、うん、三沢がこう開いて右側に、はい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 、はい、ボール受けてサイドバック、うん、常も立たして、でもう一回受け直しで立ててもらうってなった時に、そもそもサイドハーフが中に入ってるじゃないですか、一個、はいはいはい、内側に。だからこのミサオがサイドでサイドバックからリターン受けた時のもうパスコースがそもそも斜めしかなくて、それがまあそうなっちゃうと
炭じゃないですか、消せるしサイドハーフが。そうですね、うん、そうだからそもそも多分第5枚4枚に対して5枚を当てるっていう考えがあんまりないのかもしれないですね。サイドバックが高い位置を取れないっていうのがこの試合はその5枚まで持っていくことができんかったから、うん、そもそも難しかったんじゃないかなとは思いますけど、そのセカンドラインを超えれる部分までいけばそれはできるかもしれないですけど、ビルドアップの時点では多分難しかったんじゃないかなと思いました。とってこれ逆にこの30秒その30秒29秒のやつですよね。そう俺なんでさらその前前進できなかったんだ。ちょっと待ってもう一回見させて。あちょっとここ見てみよう、うん、落として、あ単純にパスミスです。あパスミスでした。待ってください、ね、パスミスだけどこれはこの場面は多分縦入れたいな、荒木のところのエコパス。そうっすよね、なんか荒木遅れて降りてくるじゃないですか、あれちょっとだけ、うん、そこに入れたらって感じだと思ったんですけど、あーそっか分かった、うん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 、これでその荒木が出したい縦のところって荒木がいなきゃいけないところなんだ。あーなるほどなるほど、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 なるほど。そもそもが進まんくなった。いや、これはそうだね。早瀬は、ここ、ゴールラインベタついて、ラインを下げないといけないシーン、ラインを引っ下げて、その荒木が開けてきたスペースっていうのをはっきりと生かしてあげるっていうことをしなきゃいけないので、例えばここであれば、まあ、ピトバが縦に走る。いや、ただこれ多分、はい。ピトバこれは飛ばしてほしかったでしょ。ああ、なるほど。飛ばして欲しかったんですかね、やっぱ。だから、イズミが受けるっていうところまで、飛ばしでイズミが受けて、そのまま落としをピトゥカが受けて、うんうん、で、多分、上田綺世に対してスルーパスのところまで、逃げてる気がするな、このプレーは。なるほど、なるほど。うん。多分これ慌て方がその自分の足元に来なかったっていう慌て方じゃないじゃないですか。もし自分の足元に来なかったっていう、準備の仕方であればもう一歩多分奥の方に出てから戻るような動き、うん、なるほどなるほど、結構スタンディングで待っちゃってるシーンなので、ここであればおそらくは多分飛ばしで泉までっていうイメージだったのか、もしくはまあ安西かサイドまで飛ばしで行ったところで落としを受けようかっていう、まあでもこの場面だったら安西から落とされることはないし、これで安西に通したところで、前進するという行為にはならないので、そうっすよね、そこそうっすよね、うん、まあやるのであれば、荒木から泉がここだよね、その、あ、そうね、そうだわ。ピートが振り返ってんもん、これ、後ろ、うんうん、で、泉確認してるもん、泉の位置。だから泉がそこに立っていること、前提だよね、この動きってね。だからもう、泉はそこにいるでしょ。だから飛ばしのパスで泉まで飛ばして、そこから落としてねっていうイメージだ、これ。皆さんね、今ね、鹿島対福岡の、前半30分29秒からのシーン、一連の流れのシーンのところの話をしてます。これ、ケントの動きはめちゃくちゃ引き出す動きとして、そうですよね。めちゃくちゃいいですよね。
そうですね、そこをおーって思って、で、あ、行くんじゃないんかなって思ったら、詰まっちゃったから、どうなんだろうって。なるほど、そういうことか。ここはだから、まあ、でも泉も難しいっすよね。そうっすよね。そう、難しいっすよね。これは難しいなぁ。いや、でも荒木のパスは安西向いてるか？難しいなぁ。そう、ここは、そう、ここで、そうっすよね、これ上手っすよね。だから、ああ、そうっすよね。そうっすよね。これ、どっちだと思います？これ、安西か。安西だな。安西っぽいっすけど、そうっすね。ただ、でもこれ、安西に通ってても前進にならないな。まあ、そうっすね。泉が、ああ、まあ、そっか。そう、ここの、じゃあ、例えばっすけど、30受け直すじゃないですか、ミサオが一回、うんうんうん、で、ここのミサオが受け直す流れたところに開けたところに荒木が降りてくるじゃないですか、うんうんうん、で、常本からこっちに荒木側に出せてたらっていうのももしかしたら、うん、この意見も面白い。一個前見てる。ポリスマンさん、ありがとうございます。ナイスパイいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと待ってくださいね。読みますんでね、この後にね。このビルドアップについての。あー、なるほどね。そう、まあ、ちょ、難しいかもしれないですけど、その、視界的に、もう、近くまで来てるから。あ、でもまあ、見えとんかな、これ。と、あ、まあ。これでもどう？俺とそう、なんか僕結構もう離れて、この大きいピッチから離れてるから、もう本当にイメージでしかないですけど、あとサイドバックをやったことがないから、ここの立った時の視界っていうのは、まあ、なんとなくイメージできるけど、ここのそのピッチ立った時のプレス強度とかがあるじゃないですか。これ、プレスバック早いよね、11番の選手。そうっすよね。そうっすよね。だから、そう。そうなんですよ。いや、出しづらい。出しづらいっすかね。やっぱ、リスク高いっすかね、やっぱり。そう、通っとったら、うん。荒木前向けくとも、ここから、要するに内側の横のパスっていうのは、完全にもう、この試合ずっと福岡は横のパス切ってたので、うんうんうん、多分ここの常本からのその荒木への横のパスっていうところっていうのは、やっぱこの時も、あの、例に合わず、その、絶対切ってるはずなのよ。うん、ああ、なるほど、なるほど。そう。で、福岡からすると、この後に、ケントから翔馬に落としたところ。うんうんうん、ここは多分、許容してない。場所なはずなのね。でここに降りてきて、翔馬が受けたこと、うん、で、もう一個落とせたことっていうのは、これは、ここまでの流れの部分で言ったら、まあ、アビスパからしたらやべえって思わせるのに、十分、うん、十分じゃないのか、うん、いや、プレスバックちゃんと来てんだよな。早いんですよね。ツートップがマジで。そうだな、ここのシーンでも何回も見てられる。このケントの動きめっちゃ好き。これめっちゃいいですよね。これは何回も見てられる。うん、これは何回も見てられる。そうなんですよね。で、多分ちょっとアビスパ触れたら、前がずっとこのちょっと縦で荒木消しながらっていうのを多分ここまでやってて、守備で、うん、センター、まあセンターハーフが前のセンターハーフ、まあミサオだったりピタピッとか見ながら、後ろの
荒木を気にしながらっていう、もう本当絶妙なポジションずっと取ってて、でここで多分初めてぐらいで荒木が降りてきたから、なんかうまく横パス入ったのかなっていうのは感じたんですけど、そここれさ、これ土井翔真の動きもくっそいやらしいな。そうですよね。だって動き出しのところの瞬間まではさ、もう基本的にスペースはもう綾瀬と共有してるのよ。うん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 。うん、なるほどなるほど。もうこれ完全にここ、これめちゃめちゃうまいよ。動き出しまで綾瀬のとこに共有を、これ共有して、全く同じスペースのところに立ちながら、そのケントの動き出しからレイオフのタイミングに合わせて、完全に相手の選手から消えてるもんね。その、普通、相手の選手対自分で自分を消しておいてから現れるっていうやり方っていうのは、まあまあ、これはもうオーソドックスですよ。うんうんうん、だけど、このシーンの、この綾瀬にあえて被ることで、あ、なるほど、なるほど、そういうことか。これすごいよ、この動き。それ、それ、ね、それ見てしてなかったわ。これめっちゃうまいよ。なるほど。ちょっと待ってください、ね。だからこれ一見エラーに見えるっていうか、まあ、ミスにも見えるかもしれないんだけど、でもそのさ、ミスをさ、アドリブで、むしろ最良の方向に持っていってるわけでしょ、この動き。だって多分、ここで綾瀬と被る動きから逆方向に走る。で、相手の選手の後ろに入るっていう、この動きまでミックスにならなかったら、荒、うんうん、木のところに行かずして、ケントが捕まってるもん。そうっすよね、ここで捕ま、あ、なるほど、なるほど、確かに。そうっすよね。これめちゃくちゃうまいよ。ここで、詰みますもんね、絶対。サイドハーフの中入ってきて。そうっすよね。だからこれ、まあ、ケントもそれを見て、そこに落とせたことってめちゃめちゃ上手なの。普通、基本的には、うんうん、縦行きたいですもんね、これ。そう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 。そうですね。行きたいし、ここで、そこの落としを選択することってなかなか難しいとは思う。まあ、これ、土井翔真だから信じて多分落としてるんだけど。うんうんうん、確かに、なるほど。これ、すごいな。これちょっとサンプルにしよう。え、面白い。これはちょっと面白いですね。この、その、なんていうの、自分のフリーになるやり方？うん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 。として、そうですね、めちゃめちゃ、そっか、うまい。そっかそっか、味方と、なるほど、なるほどな、なるほど。味方と共有からの、味方と被ってからのですね。そう。これ絶対矢印ずれるもん。そうですよね。そうですよね。絶対ずれますもんね。ああ、なるほど。これ向こうのサイドバックがさ、ケントにさ、アタックいけなくなったんでしょ？そうですね。そうですね。いけなくなってますね。これすごいな。ちょっとそっちの方、いや、ケントの動きもすごいんだけど、あら、このショーマンの動き、すごいな。いや、これアドリブでその場で考えたとしても、そうですね、なかなか動かんすよね、体は。そうで、これでさ、いや、本当の選手だったら多分ここもう前向いて綾瀬に出しちゃうと思う。ああ、確かに、もらったところですね。そうそうそう、その後の選択肢も、うん、多分綾瀬に出してしまうと思うんだけれども、ただここを綾瀬に直接出すよりも荒木が綾瀬の裏を狙った方が相手の陣形崩れるんだよね、うんうんうん、確かに綾瀬の到達点とかも含めてで、かつ、うんうん、左サイドの選択肢も作ることができるわけでしょ。ここに落とすと荒木のところですね。そうですね、確かに、うん、に行った時点、荒木のところにボールが行った時点で、うんうんうん、そっか、これすごいな。あー、なるほど。これすごいっすよね。すごいっすね。すごいっすね。すごいっすね。選択肢一気に広がりますね、確かに。そっか。
これすごい。これ狙ってやってんのかな。これだけ解説するっちしてほしい。マジで。土井先生っすよ。土井先生。いや、実際に確かに、あるのよ、その、プロクラブとかやってて、俺トップやってるから今。はい。で、実際に、その、4141みたいなフォーメーションの時に、イーハーとこういう形で被る時があって、まあその時は必ず被った瞬間に、その選手が行きたい方向と逆方向に行くことで、その、逆方向に行くことで、置いてきた選手をフリーにすることができるのね。うん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 。だから、こう、被りました。で、俺がこっちに移動することによって、この選手が引きつけられて、確かにここで矢印1個に集めておいて、こっちにずれるから、この選手が置いてくるから、この選手がフリーになるっていうのは、うん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 。まあ、できるのよ。これは、相手基準として、2対2っていう状況のところから、いかにその、ふわっていうのを、見出すかっていうポジショニングの仕方につなげられるんだけど、うん、それを逆説的に自分がフリーになってレイオフを受ける動きって、そうっす、あ、これ、なるほどなるほど。これ何？そういうことか。自分っすね、自分っすね。味方を、味方を、自分が動いて味方をフリーにするんじゃなくて、味方利用して自分がフリーか。あ、なるほど。理解。これすごいな。めちゃめちゃ理解。ちょっとメモらせてください、これ。これ、ちょっと俺初めての、あ、ごめん、本当今この状況がわからないので、本当に申し訳ないんだけど、今、俺と多分赤澤さん今、アハ体験してる。すごいアハ体験してる。ちょっとこれは忘れんように、ちょっと。味方フリー勉強気づき面白いな。味方フリーそうっすよね。そっかそっか、うん、自分が動いて味方フリーは確かに基本的にはある。そうっすよね。よく見られますもんね、うん、見れるし、まあそれがなんていうかこういわゆる柳田氏とかってね言われる柳沢淳が得意としていたスペースメイキングみたいな動きのことのまあダイアゴナルランとかの話にもなってくるかもしれないけれども、あの特に柳田氏と呼ばれたものっていうのは味方をそうやって生かすものっていうところのうまさっていうのがあるけど、これはちょっとで、しかもだってこれさ、ひし形底辺のその一番底辺になってるわけでしょ。底辺っていうか一番下の底に慣れてるわけですよ。そうですね、そうですね。形としては。これすげえな。だって最前線にいたんだよ。だからそのひし形を作るっていうところの観点で言えば、一番の上のところの頂点に、二人綾瀬と並んでいたはずなのに、これすげえな。これだから福岡のディフェンダーが甘かった。いや、甘くはないよ。ちょっとこれ、ここのシーンだけちょっとごめんなさい。今、アハ体験して、ちょっと掘り下げさせてください、めちゃめちゃ。で、皆さんもぜひ、ダゾーン加入されてると思うので、あの、30分29秒のところ、俺らがなんでこんなに感動してるのかを、ぜひ見てほしい。こうか。こうか。いや、これね、まず、ケントの動きがマジで秀逸。まあ、そこは本当にすごいんだけど、これは。うん、その後の土井翔馬の引き出し方よ。うわぁ。こう来て。こうか。これちょっと新しいサンプルになりますね。なるほど。よかった。僕、ここに注目してなかったっすけど。全然。ありがとうございます、柏有さん。マジで。これ、よかった。一人じゃ気づけんかったっす。これだ、俺もだからここメモってなかったから、さこのシーンは。あの覚えてたよ。ケントがうまいこと開いてもらって、うんうん、リターン受けてのところは覚えてたけど、その後の動きのとこどうだったっけっていうのは全然覚えてなくって、横パスのエラーでしかないなーって思ってたところがよ。うん、とんでもない。とんでもなかったっすね。とんでもねえ。もう一個とんでもなく。親切みたいなの見たぞ、これ。新しいぞ、これ。
だから土井翔馬のシーンは30分33秒ですね。33っすね。そうっすね。うん。これ、すげえな。これ他のシーンでもやってんのか、実は。ちょっと今度からそこ見よう。そうっすね。そうっすよね。やっと。これは。さらっとやっとる説もありますよね。これ解説するっちしてほしい。ちょっとジャッジリプレイで取り上げて。ジャッジリプレイ。ジャッジリプレイ。ちょっと。違う。これどう、この時の土井翔馬の思考が聞きたい。そっか、なるほど。これだって、これ次第では、このタイプのその、いわゆるこの今のカシマントランのこの状況を打破する一手になりかねないですよ、これ。そうっすよね。この動きが再現性を持ってできるならば。うん、ついてけんすよね。絶対外れるもん。そうっすよね。ついてけんすよね、絶対。左置き左だよ。これ。何回見ても鳥肌立つんだけど。近く。味方。ちょっとこれはね、皆さんすごいですよ。でしかもその後にちゃんと出さないで荒木に当ててるところまで含めて、ね、これはドエロやな。マジか。ごめん、話が全然進まなくなっちゃって、これ20分ぐらいこの話してた。いやいや、いい、よくないですか、楽しい。すいません、こういうのが楽しい。こういうのが楽しい。これすごいね。これ、その後にたけしがアップになるところまで含めてちょっともう、たけし、頑張ってんな、かわいいぞ、たけし。これはすごいなぁ。で、ちょっとごめんなさい、結論的に、この、フォーバックに対して5枚で当ててのところなんですけど、そうですね、ここで考えたらサイドバックがあれですよね、5枚になると絶対です。あ、4-2-3 4-2-3。あ、そっか、今の3-2-5 3-2-5、もしくは2-3-5 2-3-5。ただね、多分ね、5枚に前に張り付いてるときって押し込んでいなきゃいけないことがまず大前提で、かつセンターバックが持ち上がれること、1枚そこの時点で、その時点で1枚剥がせてって、そこから運んでることが多分大前提になると思うんですよ。そうっすよね。だからビルドアップ、そうじゃないと中盤枚数不足してるでしょ。そうですよね。ですよね。よかった。まあ、これは今、間で受けることでリターンも使ってうまいことできると思うけれども。スタートがスタートの時点で難しいですよね、3。難しい。そうですよね、やっぱり。なんかめちゃめちゃ混乱してて、今。やっぱよかった。混乱するか。しますよね。そうで、結局その、まあ多分、その、ファイブレーンのところを目いっぱい使って間も取れるから、相手がフォーバックになったらそれでいけるんじゃないのっていうところがあると思うんだけど、おそらくその場合、その前に張り付いてる5枚のところから真受けをする人間と、降りてきて受ける人間と運ぶ人間とっていうところの3人の動きっていうのが連動して、初めて相手がずれることになると思うので、そこからが多分スタートなので、おそらくどちらかといえば今の鹿島アントラーズからするとイレギュラーな、その5枚が張ってしまってる時点でもうイレギュラーな状態にどうしてもなってしまうとは思うので、うんうんうん、まあ難しいですよね、3人、うん、ていうかそもそもほら、そうですよね、サイドハーフが幅取んないじゃないですか、うんうん、確かに。なので、なんか多分もしそれを目指した時に見える風景としては、フォーバックの間に5人いる。まあ、そうですね。分かったでしょ、今笑ったって思っちゃったね。分かったね。今想像したね。カオスカオスと、うん。っていう状況に多分なってしまう。ただ、うまくいくときうまくいくのよ。
そうっすよね。荒木がそこにポストとして荒木が絡んだ瞬間に、そう、うまくいくときうまくいくのよ。だそれが間違ってるとも言わないし、中央合体ははっきり言ってスクランブルカオスやりたい放題っていうところなので、それが間違ってるかといったら間違ってはないので、うんうん、まあ、時にそういうシーンがあってもおかしくないよねっていうのは、まあ、ありますけど、多分それをベースにするには多分犬飼町田が戻ってからなのかなっていう感じですかね。あとできればアンカーも運んでほとんど欲しいし、あのサイドバックはできればボランチの能力を持っていてほしいし、前向くターンのところの力とかですねっていうところがあるんで、結構多分特殊なビルドアップになるそうかなって思いますね。基本的に鹿島アントラーズが5枚相手のところに張り付いてるときは全く攻撃うまくいかないときなので、うん、かなって気がしますね。相手プレスの速さからなのか、トラップも落ち着かないシーンが目立ちましたね。リズムが作りづらい感じでしたし、そうね、あの連動がすごかった。そうっすね。ちょっとわちゃーってなるなって気はする。当たりめちゃめちゃ激しかったしね。インテンシティ高かったっすよ、すごく。センターバック2人ね。そうね、ちょっと難しかったかもしれないですね。はい、まさちゃんさん、こんばんは。ゲスピザと中回りです。鹿島、正念場ですね。正念場ですね。本当に。はい、ナイスパ、ナイスパ、ナイスパ。はい、おうさん、おつまわりです。たける、おつまわり、たける。ナイスパンツ、ナイスパンツ、ナイスパンツ、ナイスパンツ。床屋さん、おつまわりです。安西の上がりすぎで攻撃のスペースを潰していたと思います。PK 前のセンターバック2人がボールを、ロビングボールをバウンドして、した時点でファイナルソンが乗らせ立ち上がりのシーンは、まあですね、まあ、そうですね、あのシーンは、あのシーンは松木さんが松木さんが出てきましたね。バウンドさせてダメだ、バウンドさせちゃっていう、往年の松木安太郎が頭の中に出てきましたね。心の中の松木安太郎もいましたね。うん、あれは完全にそれでしたね。大きな PK、そうですね。あそこのシーンも、まあ、大きいは仕方がないとはいえ、まあ、あのシーンを招いてしまうっていうのもなかなかなところもありましたし、うん、まあ、ホームでね、サポーターもいなかったし、というところはね、確かにね、その辺のリズムというか、まあ、いつもの雰囲気ではないというか、まあ、難しさもあったかもしれないですね。はい、だけどこざおつまわりです。あいくまねこチャンネルさん、どうもおつまわりです。ラムネスさんもおつまわりです。ということで、ぜひちょっと30分29秒のところと、30分33秒のところのシーンですね。ここの2つ、もしかしたら今後、めちゃくちゃキーになりかねねえ、とんでもねえシーンかもしれないので、ちょっと大切に皆さん、見ていただけると嬉しいかもしれないです。いやー、大切ですよ、大切でしたね。大切するっちしてほしい。大切するっち、初見です。グレモルの日常さん、初見です。こんばんは。それ、YouTuber として面白いと思って言ってんの？厳しい。超厳しい。今のは厳しいな。面白い。YouTuber として面白いと思うことをもう一回、ちょっとじゃあ次のコメントで言ってもらって、うん。あの、面白いと思ったら別にコメントしなくていいけど、ちょっとやっちゃったなと思ったら、面白いと思うことを入れてもらう感じでお願いします。もう面白いことやってじゃないですか、それを。面白いことやってじゃ怖い。先輩は怖いですね、やっぱり。はい、ユーさんおつまわりです。ほら、ほら、YouTuber、厳しいって、これでコメントしづらくなっちゃったみたいななってるかな。グレモルが悪いんで、グレモルが面白くないから悪いんで、ね、完全に。本当にもう、今考えてるかな今考え、一緒、多分一緒。まあでも、グレモル君、昨日面白い企画やってましたね。元村田選手のね、名前、チーム名かな。先行するってやつ、あれ面白い企画でしたね、なかなかね。
よかったと思います。今、100点や。やべえ、めっちゃ面白い。100点や。昨日の企画結構良かったよ。あの、ほら、さすがに俺は自重したけど、見てたんだけど、さすがにこれは俺はできないと思って、あれめちゃめちゃいい企画で面白かったですね。ありがとうございました。楽しませてもらいました。はい、ということで、ちょっと長く喋りすぎたわ、福岡戦。あまりにも。さらっとって言うなっつった。さらっとって言ったし、さらっとでさ。多分、20分くらい、ちょっと一つ二つぐらいのシーン、たった何秒 ?4 秒 ?4 秒ぐらいですね。4秒ぐらいのところで20分話しちゃいました。ごめんなさい。ですけど、ちょっとこの試合見てほしいっすね。そうっすね。よかったっす。よかった。よかったっす。めちゃめちゃよかったっすね。クレモルさん卒業。クレモルくん動画見てましたっつって。福岡佐藤がよく湯沢を信用できると言ってましたけど、あの試合を見てたらプレー面でめちゃくちゃ信用しているのが敵ながらよくわかりますね。そうね。欲しくなっちゃうよね。まあ、そうっすね。いや、いい選手でしたね。あの、うん、本当にあちら側のサイドはもう本当に彼なしじゃ語れなかったでしょうし、うん、まあ、もちろんたけしもですけど、うん、めちゃめちゃ良かったですね。もう体現してましたね。長谷部さんのあのなんていうんですか、質実剛健みたいなものをね、うん、まさに体現するサイドバックっていう感じでとても良かったと思います。サイドバックじゃない、なんだあれ、サイモン選手ね。はい。え？ああ、ありがとうございます。岡田さんのレビューも拝見しましたよ。今のコメント、俺じゃないので、なりすましです。ちょっとごめん。一回整理させて。この上の湯沢を褒めている、イノシスパイセンは、あなたじゃないのね。難しい。なるほど、わかった。ちょっとじゃあみんなあれしてくれ、通報してくれ、イノシシパイセンのなりすましを。え、待って、どっち、え、本当にそうだよね、今ブロックしちゃったけど、さすがになりすま、おお、あ、そういうことね。オッケーオッケー、わかった、ありがとうございます。じゃあちょっと皆さん、上のイノシシパイセンの方通報をお願いします。すいません、よろしくお願いします。お願いします。まさかイノシシパイセンになりすますとは、それは私も準備してないわっていうところで、ごめんなさい、ちょっとじゃあそろそろ、福岡戦は一旦あの1シーンだけでちょっと喋りすぎましたが、まあ少なくともそのしんどい敗戦の中に良かったシーンっていうのがどうしあったよっていうことですね。あのシーンがもしかしたら今後につながってくるかもしれなくて、再現性が出てくるかもしれないので、一回見といても損はないですよっていうことで、皆さん覚えておいていただければと思います。さあ、そしてごめんなさい、お待ちかねなんですけど、僕が特に。ごめんなさい、プレミアリーグの話をちょろっとだけさせてください。プレミアリーグの話で言うならば、僕も 3-0 で勝ちましたし、赤澤さんも 3-0 で勝ちました。ありがとうございます。はい、なので実質お互いアグリゲートスコアで勝ってるみたいなですね、このチャンネル自体はね。そうですね、勝ってるみたいなもんなので、嬉しい話になるんですけど、まあちょっとこれがね、まあ、ただ勝ったっていうわけじゃないと僕は思ってるんですよ、今回ね。まあ、クリスタルパレスきっかけですけど、まあ、お互い変わってじゃないですか、ある意味。いわゆる後ろから組み立てるとか、まあ、ちゃんとその崩しの局面作ってから攻撃をするとか、そういったところまで含めて、まあ、やっぱちょっとこう変わったチームという、その、まあ、特に今チェルシーなんかはプレミアの中では今新しい方っていう、まあ、シティとかもね、リバプールとかもいますけど、まあ、その中でも新しい方ということで、とても今、まあ、良いサッカーをしているチェルシーと、で、私はクリスタルパレスを応援してるんですけど、まあまあ弱いチームなんですよ、普段は。
とても弱いチームでしたし、去年まで目も当てられないような状態のチームだったんですよ。 5-4 ブロックで守んなきゃなんともなんねえ、しかも 5-4 ブロックで守ってんのに大外取られるみたいな、もうその状態意味わかんないでしょ。意味わからんす、意味わからん。5-5レーン埋めてるんだよ。5レーン埋めてるのにハーフスペース取られるし大外取られるんだよ。もうこの時点で意味がわかんないんだよ。そういうチームだったのね、本当に。それが、まあ、いわゆる皆さんも知ってると思いますけどね、トッテナムホットスパーズですよ。相手に 3-0 で勝ったんです、今年。この前。いや、もうあれってなんですよ。なんか、奇跡とか、そういうものを起こしたとかではなくって、本当に前半からきっちり作って、チャンスも作って、もう本当にそこに行って点を取れるんだよっていうのを見せながら、どん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 それを自分たちの自信につなげていった結果、気づいたら 3-0 になってたの。あ、そうなんですね。ちょっと僕ハイライトでしか見てなくて、まだ、いや、もうだから結構スタートからすると絶望的な試合だったと思う、正直。ぐらい結構コテンパンにできて、で、あの、まあ、パレス、まあ、何年かしか応援してないですけど、もう、まさかこんな日が来ると思わなくって、その、うん、本当にね、ちゃんとサッカー、本当に、いや、サッカーしてんだよ。だけど、サッカーはしてんだけど、変わるって、やっぱ、それを表明する監督交代をして、で、ぶっちゃけここ3試合、うまくいったかっていうと、まあ、なんか噛み合わないよね。なんかやっぱリソース足んないよね、特にその選手の質の部分って全然足んないよねみたいなところの中から、まあ、今回ちょろっと補強をして、まあ、多少なりとも補強をしてっていうところからだったわけですけど、泣いちゃって俺試合終わったと嬉しくてもう感無量ですよ、本当にそのぐらいいい試合だったので、ちょっと多分ね、あんまり皆さんね、興味ないと思いますけど、結構ね、トッテナム自体をライバル視しているクラブを応援している方々が多いので、赤澤さんもそうですし、今、ね、黒子さんなんかもそうですし、黒子さんはアーセナルなので、そうですから、そういう意味では、見ていただけるとある意味痛快な気持ちになれるでしょうか。うん、からぜひそういった意味でも見てほしいですし、ちょっと今回の本当クリスタルパレスはちょっとすごかったですし、今季もねこの後ちょっと期待して見ていきたいなとは思いますが、多分誰か一人怪我した時点で終わるだろうなっていう厳しい厳しい、今覚悟できた逆にっていうようなね感じですね、本当に。祝プレミアリーグ真の開幕、そうだ、おめでとうございます。真の開幕です。アーセナルもね嬉しかった、ね、嬉しい、ようやく嬉しい賞をあげまして、本当にうまいこといきましたね。はい、そして次ベルナーとルカクは共存できそうですか。あ、もうできますできます、もうほんまかいな。いや、見ました3点目。3点目、3点目。見たけど。僕、いけると思いましたけどね。ね、あの関係を作り続けれるなら、ルカクが点取れたのは多分ベルナのおかげですし、ベルナは、そうですね、抜けれ、あの関係をずっと永遠に繰り返し続けれるなら、いける気はしないこともないですけど、でもそうね、そう、この始まる前に話してたじゃないですか、ルカクにボンっていう、うんうんうん、あれ見せられたら、まあベルナいなくてもそうね、まあそう共存する必要がどうしてもなくなっちゃうっていうのはあるかもしれないが、でもうまいよね、ベルナがうまいですね、いてほしい普通に、うんうん、で多分去年の対シティは絶対ベルナーいないとできないことでしたし、うんうんうん、そうですね、だからなんとか共存でき、まあまあオプションとしたって贅沢ですけど、オプション、オプションただの贅沢だそれは。オプションとしていてほしいです。
そうね。それは多分見てて思ったかな。だからお互いに結局ルカクが今生きてる理由って気を使えるようになったからじゃないですか、周りの選手に、うんうんうん、でベルナーもベルナーでどちらかといえばもともと気を使う選手で主役のタイプじゃないじゃないですか、うんうんうん、ああ確かに確かに、うまいこと彼らが共存できなくても多分優勝しそうだけど、なんかできたらできたでそのオプションでいざって時の切り札みたいな動き方っていうのはできそうだから、いや今年チェルシー強いよ、うん、強いっすよ。だってもう、うん、もうちょっとそうっすよ、もう熱いし選手層なんだかんだちょっと下手しい CL2 連覇プラスアルファやっちゃってもおかしくないんじゃないかなっていう気はしないでもないけど、俺だから一瞬さマルコス・アロンソが怪我っぽくなったじゃない、あのシーンで、あチェルシーちょっともしかしたら止まるかもってちょっと思ったの。でもチルウェルが用意してて、おおおおおおそうす、ありがとうございます、ありがとうございます、おいちょっと待ってちょっと待って、うちに来るはずだったチルウェル、なんでそこにいるんだって。いやアゲンスアゲンスアゲンス、もういいじゃないですか、ギャラがもうちょっとグエヒもちょっとグエヒはちょっと どっちもあんま分からんかったですけど、あの本当に足元向けて寝れです、もういやこちらこそちょっとまあギャラがはちょっともうありがとうございます、いやありがとうございます、いやだってマウントいるからいらない。ハフェルツもおるでしょ、ね、コバチッチもいてさ、コバチッチよくないもん、まあまあちょっとまあちょっとまあ考えてきます、考えさせてください、油も先生がカンテもいるんですよ、まあそうですね、うん、サウルも取っちゃって、ほらほらサウルレンタルか、そうですね、でもサウルスピード感ついてきてるんですかね。そうですね。これってね、そう、ちょっとね。いやー、ほら、ほら、黒子さんは、ほら。キレのスパ、いやー、そう。過激派がおるよ、過激派。過激派。確かに。ミス抜くって単眼画とか、クソ、そのタンガンガが代表してな。ほんまっすよね。ザハリ、ザハリ、ふーんびっくりしたわ。一枚目のあれは笑ったわ。いつものやつやと思ったけど。対応していただいて。みんなこぞって、期待してます。いや、ダメです。ケパはクリスタルパレスに行きます。冬。いや、大丈夫です。ケパも残ってくれます。ありがとうございます。ありがとうございます。チェルシー先生、どん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 いいんすよ。安心と安全のクリスタルパレスブランドに、もうどん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 持ってもらっていいんすよ。送り込んでいいんですか。もう全然いいっすよ。ありがてえっす、本当に。申し訳ないぐらい当たってますもん、本当に。はい、安藤おつまりです。それこそ僕いやいや本当にね、そんぐらいにまでプレミアリーグ盛り上がってますね。上がってますよ、盛り上がってますよ。じゃね、ありがたいことに。そうっすよ、もう楽しい。楽しい、もう見たい試合がいっぱい。それこそロナウドも帰ってきたし。点取りましたからね、役者ですね、やっぱ彼はね。かっこいい。かっこいいな。ずるいな。ずるい、ずるい。ずるい。どっかの米。姉さんとはちょっと違うな。で、姉さんとはちょっとね。でも、まあ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 。ネイルさんとはね、ちょっとね。ネイルさんとはちょっと違うな。ちょっと思っちゃったかもしれないですね。また、まあまあ、またちょっとスパーズ過激派が。そうですね、過激派が。過激言ってしまっているかもしれないけれども。でもやっぱちょっと違うなっていうのはね、やっぱり正直思ったところでしたね。正直ね。はい。そして、教えて赤澤さんのコーナーですけど、もういいか？よくですか？僕、何を。もうね、さすがに俺ちょっとね、今日ね、実はね、結構疲れてるんですよ。実はね、結構疲れてて、あれなんで、ちょっと最後に2つだけ、あれしてさせてください。なんだっけ？あれ、告知。告知。告知。はい、まずこれ一つ、これですね。僕も赤澤さんも参加させてもらいます。ありがとうございます。チャンピオンズリーグアーカイブ化計画。
ということで、15日水曜ですね。水曜、15日。あさってから、まあ、ヨーロッパチャンピオンズリーグ、まあ、いわゆるヨーロッパチャンピオンズリーグですけど、いわゆるですよ。いわゆらなくても、まあ、チャンピオンズリーグですけど、まあ、開幕します。で、そこで、でまあ、各試合、グループで2試合ずつ行われていくことになると思うんですけれども、まあ、それを、8グループあるので、8人で各グループ担当して、すべての試合、まあ、アーカイブ化というか、まあ、レビューを書いて、アーカイブ化していこうじゃないかという企画が立ち上がりまして、で、今回、私と赤澤さん参加をさせていただきますと。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。お願いします。ちなみに赤澤さんがグループ G。G ですね。G ですね。G は？リール、セビージャ、ボルフスブルク、ザルツブルクか。なかなかの。裏の激戦区ですね。激戦区ですね。で、僕のところも一応、スポルティング・リスボン、ベジクタシュ、ドルトムント、アヤックス。あ、そうだ、アヤックス。っていう、とんでもない癖の強いグループ C。ちょっと、癖やばくない？ここのグループ。いや、やばいっす。よかったね。どこもおとなしくねえんだわ。そうっすね。そうっすね。なんか A、B やばいやばいって言ってたけど、C もちょっと。結構ね。そうっすね。結構やばいっすわ。っていうグループ C を私が担当させていただきます。で、並行して、ヨーロッパのワールドカップの方の予選の方のアーカイブ化計画も行ってまして、そちら私が参加してて、グループ I を担当しております。イングランド、アルバニア、ハンガリー、アンドラ、サンマリノということでね、っていう、5チームじゃない、もう1チームいるぞ、ポーランド。ああ、ポーランド。6チームの、グループを担当をさせていただいてまして、例えばこれ面白いのがサンマリノですけど、FIFA ランク209位なんですよ。で、FIFA ランクって何位まであると思います？ 248。残念！ 210位までなんですね。ああ、そうなんですか。ブービーなんですよ。そうなんですよ。全然知らなかった。で、2004年3月24日だからかな？以来、国際試合で勝ってません。あら。そしてその2004年のその一勝が、1986年に、国際試合に初めて出てから初めての勝利です。おっていうそういうチームが出てきてるんですけど、めちゃくちゃプレスバックがうまい。ああ、そうなんですか。うん。とかアンドラなんかはなんか聞いたこともないし、どこなのって感じですけど、まあ、スペインとフランスと国境にあってる国なんですけど、めちゃくちゃ足元うまい。全員。あ、そうなんですね。めちゃくちゃうまい。びっくりするくらい。とんでもない。だからハンガリーとかアルバニアとかとやらしても、もう遜色ないどころか、下手するとイングランドの選手たちよりも足元うまい選手多いくらい足元がうまい。けど、FIFA ランクは、138とかかな。138なんだけど、ただちょっと調べてみたら、フットサルはその130より、8よりも上で97位とかだったから、やっぱフットサルもあれなんだなっていうのはよく分かった。うん、あ、まあそりゃそうだよね、こんだけ足元うまい選手揃ってるよねっていうような国だったりとかして、うんうんうん、やっぱこういろんな国いろんなチーム見るっていうのも大事だなっていうのをすごく思いましたね。うんうんうん、ある意味例えばそれでこう、まあ、0-3 で福岡に敗れた後でもなんかちょっとこうさっきみたいにいいプレーっていうのも他のチームも見るから見えるところっていうのもやっぱ出てくるし、なんかなので結構やっぱみんな積極的にいろんなサッカー見てほしいなっていうのはすごく思った次第でございます、うんうん、どんだけその選手のリソースがに恵まれて、そのスカウトがめちゃめちゃ強いみたいなところがどんだけ恵まれているのかっていうのは
まあまあまあ、クリスタルパレスですら思うことですし、うん、なので、ぜひそういったところをね、見ていただきたいなと思いますね。はい、菊竹さん、落ち回りでしゅ、赤澤さん、G をよろしくお願いします。あ、任せてください。任せてください。G さん、任せてくださいよ。養っていきましょう。インテルのレビューはぜひ持って帰ってほしいとお願いしようとしたら2人とも対象外で、あれインテル誰だっけ、インテルどこでしたっけ、インテルはインテルグループいくつ、ブレモルシーグループ D っすね、 D 鳥沢だ鳥沢さんよかったね、グレモル、グレモルよかったね、あの唯一のプロライターだよ笑いましたもん、それ聞いて、おお今回の企画、唯一のプロライターがインテルのグループ書くよ。だから、期待してていいと思うよ。普段ね、RBX 新潟のこととかね、やってる人ですけど、あとリバプールかな、見てるところで言うたら。まあでも結構いろいろ趣味思考もあれだし、勉強もすごくされてる方なんで、いろんなサッカー見てますけど、そうね、完全勝利だよ。ここは完全勝利だから楽しみになってな、うん、いっぱい褒めてあげて、ありがとうございますっていっぱい褒めてあげて、あいつメンタル弱いから、うん、そいつのメンタル剥がり知れないぐらい弱いから、いっぱい褒めてあげて、お願い、うん、支えてあげて、そうそうそう、ほんま面白い、そうそうそう、 NMP の立ち上げの男に、NMP 立ち上げの男ですね、うん、ぜひ見てあげてくださいっていうのと、最後にもう一個だけ、今週末なんですけど、やべ、バナー作っとくの忘れた。ガンバの、ガンバの YouTuber さんとコラボします。おぉ。イクパッパさんっていうらしいんですけど、とコラボします。もしかしたら、あちらが複数人かもしれない説がありますんで、赤澤さん来れたら来てほしいな。何時ですか、土曜日ですよね。試合開始前から、もしかしたら試合観戦もするかもしれないし、その後試合開始後までみたいな感じの流れで、チャンネルちょっと切り替えながら。うん、もらいたいなっていう感じでお話はしてるんですけど、もし、はい、赤澤さん来てくれるようだったら、例えば3セクションに分けちゃって前、うん、真ん中の試合中と最後みたいな感じで分かれさせてもいいかなっていう気はしてるので、もしよろしければ。18時間に合わないんですよ、17時までで仕事が。マジか、途中参加か。じゃあ途中、そうですね、帰るのが、僕、家に着くのが18時40分とかなんで、いつもギリギリっていうか、もう。いや、むしろ試合後の終わりの時は。試合後だったら行けます。あ、わかりました。じゃあ、それ、ちょっと、多分向こう複数人なので、ちょっとこっち一人で対抗するのは、ちょっとあれなんですね。うん、そうですよね。複数人で、行きましょう。途中からでしか見れないですけど、大丈夫ですか、試合。あ、大丈夫。大丈夫ですか。じゃあ、まあ、そこは、なんか、うまいこと。うまいことお願いします。うまいことあんまり見れないかも。8時か終わるの。8時、何時 ?8 時。まあ、40時。後半ちょい、後半に見れ、後半からは見れる。そうですね。そんな感じで、ごめんなさい。よろしくお願いします。ということで、週末土曜日ですね。します。ただちょっと本当は、ゆくパパさんに申し訳ないんですけど、本当は金曜日と土曜日に分けてやる予定だったんですけど、ちょっと俺、金曜日に俺が用事ができちゃって、ちょっと難しくなってしまったので、はい。なので、土曜日に全部集約して、やることになりましたので、皆さんぜひ土曜日よろしくお願いいたします。お互いのチャンネルでやるようになると思いますし、赤澤さん混ぜるんだったらまたそれも考えようかなと思ってるので、ぜひ。ありがとうございます。お願いいたします。いくパパさん、今は2人体制ですよ。じゃあやっぱこっちも2人で行こうぜ。行きましょう。俺は赤澤さんと行きたい。ありがとうございます。行きましょう、じゃあ。行きます。まあ、ただ、数が多ければ多いほど嬉しいんで、ちょっと一応アクセルとか。そりゃそうっすよね。向こうが2人ならこっちは3人で行こうよ。数的優位ですよ、数的優位。
集まるなら4人でも行こうや。みんなで行こうや、そしたら。殴りに行こうや。そうしましょう。そうしよう。そうしましょう。そうしよう。ちょっとじゃあ、ちょっと招集かけまーす。エグパッパさんしてます。なんかね、芸人さんなんですね。ああ、そうなんですね。ちょっと見てみよう。中の人たちがね、どうやら。ということで、なんか、申し訳ない素人の、なんかこんな感じで大変申し訳ないんですけど。いや、もう、そんなの言ったら僕なんかもう素人の素人ですか、そんな。素人の素人、なんか、お願いします。お願いします、柏木さん。はい、という感じですけど、ぜひ皆さん、コラボしますので、お腰に、つけたきびだんご持ってやってきてください。みんなでたくさんでガンバ大阪向こうのチャンネルよりジャックしてやりましょう。よろしくお願いします。そうそうそう、 TikTok とかねもやるみたいで、献身的にいろいろとこうガンバ大阪応援されているようですよ。はい、なのでぜひ、はい、グレモル君からの紹介でいただきまして、グレモルさんありがとうございます。ありがとうございます。俺にと言っちゃ何なんですか、ルカク返しましょうか。いや、それはもう、ちょっとごめんなさい。あれ、バークリーで許してください。バークリーで許してください。そうね、あと、まあ、まあ、俺コラボ勝率めちゃくちゃ強いんで、なので、たぶん、裏木さん以外負けてないので、おぉ。裏木さんだけなんで負けたの。裏木さんとコラボした後だけで負けた試合。鹿島が負けたの。あと全部他のタサポとコラボすると勝ってるっていうのが一応ジンクスとしてあるんで、まあそういった感じで、ぜひ、皆さん、立ちましょう。皆さんよろしくお願いします。お願いします。さあちょっとそろそろね、コンタクトの活動限界がね、来てね、目がシパシパしてました。もう、かれこれ、17時間、活動してくれたんです。バケモンですからね、普通に。普通にバケモンですから。送るんですね。ありがとうございます。ということなので、今日はこの辺で、ちょっと早いですけれども、失礼したいと思います。なんかぜひ返してくださいって言ってるけど、俺何もグレモル君に、まあ、借りてないわ。ごめん。僕も、もともとルカクは、まあ、もともと。なんか、グレモル君がここでぜひ返してくださいって言うと、いろんなものをね、僕ら、共有しているわけじゃない。清水エスパルスと。ね。だから、なんか、いろんなものを返さなきゃいけない気になってくるよね。なんか、このストレートなさ、純粋なところでさ、ぜひ返してくださいって言われてさ、なんかいろんなものをさ、清水エスパルスにも、インテルにも返さなきゃいけないような気持ちになっているお二人、その二人で今日はね、お届けしました。赤澤さんと伊藤、私でこう、お届けしてまいりました。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、というわけで今日はこの辺で失礼いたします。じゃあ、はい、おやすみなさい。皆さんおやすみなさい。ぜひありがとうございました。プレミアもよろしく。クリスタルパレスをぜひ皆さんよろしくお願いいたします。 あとチェルシーもどうぞ。面白いです。ほらやめなさい。グロッコさん、グロッコさん、過激派やめろ。過激派、ほれいろんな方面に刺さるわ。これは白崎が清水相手に輝いてたな。やめなさい、それは。ほれおつまりした、おつまりした、俺、過激派が、俺、おつまりした。じゃあまた、皆さんおやすみなさーい。